あ、分かんないって言われちゃったの。ちょっと振られたみたいです。なんかアプローチってなんかコツとかってあるんですか？その教えられないって言ってたなんかいやめちゃめちゃ寄るからまあさすがこうねあのずっとそうなんですか。そう練習をねまあウエイトがすごい多いんでなんとなくのこうエリアでひたすら打つっていうのは分かったんですけど、なんかでもリズムとか結構大事にしてると。リズム、はい、なんかあんま考えてないんですけど基本的でもなんかいつも同じ感じで、まあ、ちょっとでも速くなったらトップとかあり得るんで、うん、まあ、だいたいリズムがいつも一定に打てるようにはしてます。あとリズムってさ、なんかさ、1,2,3 って、あれはどう、あれってことですか？どういうことですか？カーシューレみたいな。あ、そうそう、なんか、いろんなタイミングあるじゃないですか。1,2,3なになに、ちょっとお願いします。はい、1,2,3なるほど。で、リズムだけで言うとどんなテンポで打ってるんですか？その1,2,3それをじゃあ心の中で心がけて、はい、打ってる、はい、そんなに好きしてない。そんですですよね。なんか改めて考えたらそうかなぐらいな感じ、うん、まあもう体に染みついちゃってるんです ね、まあ、あと右手あんま使わないの、なんかこう左手で寄せ練習とかもしてて今当たんないと思うんですけど。みんなやってる光景のような気もする。なんかそれいいらしいですよね。結構なボディーターンで打てるってなんか習ったことが、はい、打てるし、それでタイミングも合います。おで、いつもの練習でやるんですか？あ、やります。たまになんかちょっと今日なんか調子悪いなみたいな時はやっぱみんなやるんですね、はい、さあもう当たんないからやんないですよそれ。ちょっと やってみてくださいよ。山ちゃんバカにしようとしますよ。いや違うです。当たったら初めてですか？嘘。当いやそうなりますよね。そうなるから、もうそれで終わりですよね。でお願いします、うん、当たんなかった。いいショットを撮ろう。おさすが。全然違う。うまいじゃないですか。うまい。見てなかったけど。適当じゃないですかちょっと。さっきの感覚が残るってこと？あ、そうです。1回分に打てる。あ、振りました。あ、でもなんか言おうとしてることはずっと左だけで打ってるから。あ、そうです。なんか両手で打っても感覚がね、はい、右手の感覚があんま分かんないというかね。さっき結構プライベートでもご飯とか行くよって
言ってましたけど、和田選手は普段はどんな感じなんですか？めっちゃいい子ですよ。いや、いい子なのは分かるんですけど、もっとなんかこう、ないですか？小林さんのが先輩なの？一応2個上。ああ、あんまでも変わんないです。じゃあ、可愛い後輩みたいな。めっちゃ可愛い後輩。そういうところがまた可愛いですね。そのままですね。あ、そういう感じですか、山ちゃんが。あ、でもそっか。そう、言われても。そう、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 トーナメントの時はさ、あんま話せてないから。そう。あ、じゃあもう本当に、そうか、今日が今。山ちゃんから見てもいい人ですよねとか言われても知らねえよみたいな感じ。あ、でもちゃんとあの、なんだろう、選手のご案内とかでメールとかで案内するんですけど、しっかりこう受け答えしてくれたりで、すごいしっかりしてる子だなっていう。はい。初見で会った時からもなんか。いや、マジマジと言ってこっちが恥ずかしくなってる。お、50ヤードにあった。リズムってさっき聞いたんですけど、基本的に一緒なんですか、どの番手もそのリズムって。大体一緒だ。大体一緒ですか、はい、ドライバーも一緒、はいはい、おなんか出てきました。ちょっと教えてくださいよ。僕ね、それ持ってるんですけど、はい、入れてるだけなんですよね。あ、使ってくださいよ。それは何をしてるんですか。なんかちょっと今左打ってるなと思って、自分の向きが左向いてるのかなと思って、ちょっと向きをピンに合わせるように調整。ああ、そっか。目標に合わせてスタンスをね。はいはい。なるほど。なんか後ろから見てすごい合ってる感じがする。本当ですか。うん、なんか合わせるの下手くそなんですけど。なんか。で確かにそう、さっきよりもなんかブレが少ないというかピンに。そう。これは手軽にできていいですね。あのクラブでもいいですもんね。あ、全然クラブでも、ね、なんか右行っちゃうなとか左行っちゃうなだったらやってみるみたいな。向き考えてます。向きが悪いのかな。うんうん、スイングじゃなくて向きが悪い。じゃあ確認して、これでこの文字作ってくれ確認して、なんかそれでまとまってたら、あ、向きが悪かったんだってなるんで。いいっすね。絶対まっすぐ行くからそう向きだなって。いや、もう僕も今度からスイングじゃなくて向きが悪いんだって。え、スイングじゃないですか。ありがとうございます。山ちゃんは結構練習とか行くんですか。あんまりね、行けてないんですよ。お仕事忙しいですか。なんかゴルフ場には撮影とかで行ってるんですけど、はい、でもなんか今年結構トーナメントとかでこう、なんていうの、目の前でこうプロを目指してるこのショットとか見てると、なんか自分もゴルフしたいなと思って、来年はちょっと奥行こうかな。だから今いっぱい聞いてる。あ、もう教えられないけどって言ってるけど。いや、もうそうね、パクるしかないよね。見て。
この棒も本当だ。そうないから売ってありますよ、1個。あ、いい。やばい。放送事故になっちゃうから。小林さん普段どのくらいで回られるんですか？100前後です。あ、でも僕もアベレージはそうですよ。あ、本当ですか？ベストだったって何年前か分かんない。そんな前ですか？結構昔からゴルフされてたんですか？始めたのは結構、あ、でもそれでも20歳くらい。お、あ、同じじゃぐらいですね。あ、どうですか、早速取り入れてみて。なんかいい感じにボールが上がる気がします。ああ、アプローチでね。いいじゃないですか。いいですか。チップインされたじゃないですか。あ、はい、あのトーナメントの時、はい、まあ、いわゆるグリーン周り、はい、あの辺の練習ってのはいつやるんですか。コース出たって